バツワフ・ピオトルジェブスキは、ポーランド・リトアニア共和国の劇作家、詩人、また王官僚ダイエットマンを務めた軍事指導者。有力マグナートの一人で、共和国の行政機関で多くの養殖を歴任した。1732年より、王官僚や戦職機関、1736年から1750年、および1756年から1762年まで、 踊れ県知事を務めた。1735年には、白鷲勲章を授与されている。また1732年、チェルニフ婦県知事、ユゼフル・ボミルス機構の娘アンナと結婚した。ジェブスキは、武勇に秀で、1752年より、王冠領野戦へ、トマンの地位についた。さらにいくつかの都市の城代職も兼ねるジェブスキは、ワルシャワ宮廷における、 有力政治家であった。彼は1764年の政務で自由拒否権の損否に関する議論が持ち上がると拒否権の主要な擁護者として活動し、改革者、スタニスワフ・コナルスキと論争を展開した。1767年、ロシア大使、ニコライ・レプニン公がロシア軍に議場を包囲させて、いわゆるレプニン議会を開催すると、ジェブスキはこれに猛反発したために、 末息子のセベリン及び彼と一緒に、ロシアに反抗したユゼフ・アンジェイザウスキー及びカイエタン、ソーディクと共に拉致され、カルーガの監獄に収監された。1773年4月に釈放されたジェブスキーは、その功績と苦労をねぎらわれて、共和国軍の総司令官である王官領大へ、トマンに任じられたが、その年の11月には同職を退いた。その後、 1778年に、クラクフ城代及び、クラクフ県知事となった。亡くなるまでに、ジェブスキは、ヘウム、ウワヌイ、ロマヌフ、ドリナ、ドロホブイチ及びクルシュフィサの大感触を得ていた。作家として、ジェブスキは、多くのポテンシュギ喜劇、及びスタニスワフ・ジューキエフスキの電気作品を含む、数本の悲劇を執筆した。また多くの詩を発表し、 1762年には死に関する手引書、詩学を出版した。1962年には彼の全著作集が出されている。娘マリアルドビカはヤンミコワイホトキエビチと結婚した。ありがとうございます。